その言葉を見ましょうか2ページですわ2ページの上中下段の中ですそこに黙示録7章って書いてあるそれの二。またもう一人の見つかいが生ける神の因を持って火の出る方から上ってくるのを見ただから中東という世界の中心にこの2の2行目 のの出るる方から登ってくるのを見たつまり東から来たんです日本から彼は地と海とを損なう権威を授かっている4人の見つかりに向かって大声で叫んでいった私たちの神のしもべたちの死体に私たちが陰を押してしまうまでは地,をと地と海と木とを損なってはならない私は陰を押されたものの数を聞いたがイスラエルの子ら これは今のイスラエル国家じゃないよ。当然、正統ユダヤ人って言ってるアブラハム、イサーク、ヤコブの血統だ。本当の正統ユダヤ人の子らの全ての部族のうち、隠語をされたものは次、14万4千人だからだよ。これ2000年前の言葉だよ。14万4千人だけが次の時代を担うと言ってるんです。 千万おりますこの国に本土のユダヤには政党ユダヤは天皇家なんかもみんなそうだ伊勢神宮もみんなこの関係や伊勢神宮をここでよう話してきた長いことみんなそうなんですよしかし14万4,000人が次の時代に入る第三次世界大戦が終わった時にあるいは最中の目は 14万4000人はこの地球から違う星に移されるつまり一時的にね一時的にだから皆さんに UFO の話をしてるわけもうずっと昔から UFO ありますから移すだから第三次世界大戦に巻き込まれないで正統ユダヤは14万4000人が他の国に移されますよと僕は何回でも言ったそして 地球が大清掃つまり大掃除が終わった核戦争も含めて77億の人口のうちのほんのちょっとが残るはねその時に帰ってくるここや14万4千人がこれが新しい時代の担い手になる皆さんどなたに住んでいらっしゃるか知らないけども名古屋地域はどういう人たちが自分らの先祖？ 物ノ部ノノノ氏じゃない。物ノ部ノの森やって皆さん知ってるか分かりませんが物ノ部ノ氏って何正当ユダ大人だよ。失礼だけどそんなこと知らんのでしょ。物ノ部ノ氏ですよ。その人たちがみんながどうのこうのと言ってるんじゃない。日本中に物ノ部ノ氏がおる。その中の14万4千人が次の時代を担う。 だからそういうことを言われると、さっきの話、白人たちはどうなるんや、白人たちは関係ないです。アブラハム、イサク、ヤコブが先祖です。ということはどういうことアジア人です。正党ユダヤ人はアジア人です。次、ネピリム。だから、このネピリムというのは、3ページの下、すみません、3ページの下、もうこれで終わりましょう。3ページの下 人が地の表に増え始めて人間が娘たちが彼らに生まれた時これ世界最古の言葉です3500年前人が地の表に増え始めて娘たちが彼らに生まれた時神の子らは人の娘たちの美しいのを見て自分のこのものを妻にめどったそこで主は言われた私の霊は長く人の中にとどまらない彼は肉に過ぎないのだ しかし彼の年は120年であろうその頃またその後にも地にネピリムがいたこれよこれは神の子たちが人の娘たちのところに入って娘たちに産ませたものである彼は昔の勇士であり有名な人々であったどういうことかって言ったらそこに書いてあるのはその初めに「人は」とて書いてあるこれは 一番我々の先祖アダムとエバ、これの子孫ですここに「人は」と書いてある骨男も男も女も生まれていく中で娘も生まれた非常に美しかったんですで地球人の男地球人の女この地球人の女に対してそこに「神の子たち」と書いてあるつまり「神の子たち」と書いてある えー、2っては、ね、左、3ページの左進みの2。神の子たちは人の娘たちの美しいのを見て、神の子たちは人の娘たちの美しいのを見て、自分の子のものを妻にめとったと書いた。どういうこと書いたら、こっち見てください。神の子たちは地球人の男や女とは違う。この人たちは先住民。私たちの先祖よりも先に地球に住んでた。 そしてこの先住民の人たちは女を妻にめとって間から根結が生まれるわけです。わかるでしょこの神の子たちで何なのこれが先ほど言ったエジプトの古代文明を作ったものたちだから何で神の子たちになってるかと言ったら当時の私たちの先祖から見たらどうしてこんな知恵があるんや なんでこんなに石を特別に運べるんや今で言うたらなんでこんだけコンピューターのような頭があるんやだから神の子たちと言ったんです尊敬するあまりそれが神の子たちそれなんですで彼らは異星人なんですねで彼らは地球の女のところへ来て妻に目通っで、子供をが生まれるでこれがネピリボなんですだからこっち見てください ユダヤ問題はタブー聖書表現はタブー今皆さん聖書のことを見てるわけ世界最後のキリスト教会では皆さん今見たこの創世紀の6章というのは教会で絶対に読まないこの神の子たちというのは堕落した天使たちだという違った教えを広めとるんですしかしはっきり神の子たちは書いてある そうでしょ今の3ページの右隅人が血の表に増え始めて娘たちが彼らに生まれた時神の子たちはエジプトなどの古代文明を作った人たちは人の娘たちの美しいのを見て自分のこのものを妻にめとったほんで4その頃またその後にも血にネプリムがいた次のことが大事やこれは神の子たちが先の神の子たちがエジプトの文明やメソバダミア文明を作った人たちが 人の娘たちのところに入って娘たちに産ませた根結やこれはネピリムでそのネピリムがずーっと引き続けてるんですつまりこの世界を支配してるネピリムなんですイルミナティアフリーメイソンですよだからネピリムは自分たちの正体を言ってほしくないです自分たちの使い人としてアメリカを 支配した連中ががおるアメリカをこれがロックフェラーなんです今世界全体を金融で支配しているロス・チャイルド全部ネピレムなんですよそして彼らは権威権力じゃない権威づけのためにさっき言ったイギリスの女王要するにヨーロッパの王家グループやあんな連中っ一体何なのよ考えてみたら何もやってません で偉い人で服装がこうで立派な建物の中に住んでそういうわけですよ。どまされてるわけよ。だからその中から王子と言われる者がもう嫌やって言って出てきたとか真実を知ったわけですよ。彼らは夜どんな宴会をやってるか王子はみんな見た。恐るべきものを見たんですよ。ダイアナもその恐ろしいものを見ました。だから出たら殺された。だから ネピリム問題というのはこの地球を支配している者たちの本体を明かすことになる。ウノクラブを2月から名古屋でもやりますがその時の第1回目のメッセージはこの世界に対して秘密ですけど「ネピルムの正体とは何か」というところが入るわけです名古屋においてもねだから「ネピルム」っていうのはこれは発表されたら困るんやっていうものもおるし これが明らかにされないとこれからの世界を読めない。なんで、ネピルムム、力落ちてきてるから。ものすごい落ちてますよ。その代表として、ネピルムに対して対抗していこうと言誰や、これがトランプなんです。だからこれがトランプとイランの戦い、あるいはトランプと中国との戦いの背後には、この言葉や、背後には、ネピルムが働く。トランプを叩き潰すために。 これから数年の世界の歴史の地下水脈が分かったでしょう。そうなってるんです。トランプがこんな白人のネピリムのなんとかそんな関係ないと思うから、そんとんでもない。根血に対して戦いを挑んでいく。だからこの3つは、タブーなんです。皆さんはそのタブーをまあ聞いてくはった。